吉川慶一の危機管理司令室。どうもこんにちは。そしてこんばんは。吉川慶一です。本日は安倍元総理暗殺、ペロシ訪台、トランプ家宅捜査、安倍氏国葬というお話をさせていただければと思います。大体この4つの順番に従ってお話を進めさせていただければと考えております。まず、安倍元総理暗殺。7月8日。安倍氏を殺した銃弾は、情報庫から入射したと考えられております。それに対して山上容疑者は下から撃っている。後方のビルの5階から撃たれたというような説がネット上で随分と広まっております。そして、そのビルのオーナーは自民党の親中派議員であったというふうにも言われております。安倍氏暗殺で統一教会問題がクローズアップされたため、岸田改造内閣では、7人が更迭されました。結果として防衛大臣に就任した浜田靖一氏は、現行憲法で何ができるか熟知していて、敵地攻撃能力の保有には疑問を持つなどバランス感覚もあると。こういう評価もありますが、これはバランス感覚と言っていいのかどうか。今の日本にとっては、憲法解釈を見直してでも敵地攻撃能力を持つということが必要なのではないかという考え方もあると思います。そして、浜田氏は、前の事務次官で大臣政策参与だった島田氏を超顧問に、退けると、こういう人事を発表しました。島田氏は安倍元総理の秘書官を6年以上務めた元側近で、軍事費 2% 増額に非常に説得的な人だったというふうに言われております。このような人事を見ても、そして親中派と言われる林外務大臣の留任ということを考えても、岸田政権は実質的に親中派的な政権になってしまったという考え方ができるかと思います。だから安倍総理暗殺で誰が得をしたか言うまでもなく中国であります。次にペロシ訪台。8月2日、ペロシ下院議長は8月2日台湾に上陸し、97年のギングリッチ前下院議長以来台湾を訪問した最高位の米国の高官となったと。で、ペロシ下院議長は8月3日に蔡英文総統やその他の高官と会談。これに抵抗して、中国は福建省で非常に大規模な軍事演習を行ったと。こういうことであります。そしてさらに、8月の4日から7日にかけて、台湾近隣で、非常に大掛かりな実弾演習、その他をやっております。で、これは初日に100機以上の戦闘機が派遣され、台湾の事実上の封鎖とみなされる前例のない大規模な演習でしたと。これが、
向かって左側が96年の、まあ、台湾危機の時の中国の、軍事演習が行われた地点。そして向かって右側が、今回の中国の軍事演習が行われた地点と。明らかに、もう台湾包囲という意図があることが、この図を見ても伺えると思います。そして8月4日、この演習の一環として発射された中国の弾道ミサイル5発が日本の排他的経済水域に着弾。そして中国は、ペロシ訪台に対して、先ほど、申し上げたような、台湾包囲の、軍事演習を行ったわけですけれども、7日に終了する予定だったものが、延長を発表されました。で、それは8月10日に、一応終了されたわけですけれども、今後も定期的な、パトロールが強化されるということであります。そして、習近平バイデン会談が11月に、計画されております。注意。ウクライナ戦争でも事前に軍事演習と国際的な会談が行われていた。台湾戦争は近いということも考えられるのではないかと思います。そして8月8日のトランプ氏の家宅捜索。トランプ前大統領は8月4日の夜、FBI がフロリダにある彼の家を家宅捜索し、金庫に侵入したと語った。この家宅捜査はトランプ大統領が辞任後にフロリダの自宅に持ち帰った書類の箱に関連していると思われる。国立公文書館によると今年初めにマーガラゴから返還してもらった15箱の大統領記録は、機密の国家安全保障としてマークされていた。そのような記録を保管しているものが、それらを隠蔽削除または破壊した場合、罰金ないし3年以下の投獄、そして、米国で公職に就く資格を剥奪される。つまりこれは、トランプさんが大統領選挙に出られないようにするための、いろんな仕掛けなのではないか。トランプさん自身、家宅捜査をして FBI は、弁護士の同席を拒否したと。それはなぜだ。証拠の捏造がされようとしてるんじゃないかということもおっしゃっています。そしてトランプさんの側近は、トランプさんが以前に文書の機密を解除したことを示唆していました。ホワイトハウスを去った後、適切な機密であるという印の調整がなされていなかっただけであると。トランプさんは政府を去ることを見越して、アメリカ国民が自分で読む権利を持つべきだと考えた資料の全てのセットを機密解除していたと。こういうふうな証言もあるわけです。8月12日に封印解除された裁判所の記録によると、FBI はトランプ前大統領の不動産の捜索令状をスパイ法その他の法律違反の疑いで取得し、11セットの機密文書を押収したと。犯罪行為の証拠があったと信じるに足る正当な理由を捜査官が発見したことを裏付ける宣誓供述書は封印解除されていた。いずれにしてもこれらは全て機密解除されていたと、トランプ氏は主張しております。この動画を収録している8月15日現在、このトランプ氏の機密解除をしていたという主張が通るかどうかというような問題も出てきているようでありますが、
まあ、その主張が通ったとすれば、機密文書の持ち出しということにはならないわけですし。またもし、これらの法律で有罪判決を受けたとしても、大統領選挙に出る資格がなくなるわけじゃないんじゃ。というのは、どういう人が、大統領になることができるかということは憲法に明記されているものなので、憲法改正の手続きを経ずに作られた一般法で、この人は公職がつけないということになったとしても、それは大統領の地位につくことに影響してこないんじゃないか。こういうような、法律上の解釈も、アメリカの法律専門家の間ではあるわけであります。つまり、トランプさんが大統領になることを、妨げると。いうことだが、目的だとしたら、まあ、今回の出来事は、まあ、少しおかしいのかもしれません。トランプさんは戦争の原因になるとして、ペロシさんの台湾訪問に反対をしていた。それと、ヌーランド国務次官という人が7月25日から28日にかけて、東京とソウルを訪問していた。ヌーランドは、ウクライナ騒乱の直前にも現地入りしていた。まあ、これは2014年に、親ロ派の政権が倒れて、親米派の政権が作られた時の記事ですけれども、まあ、これで、リークされた情報によると、この当時は国務次官補、オバマの国務次官補だったヌーランドさんと、側近の人との、まあ、会話の中で、やはり、どうやって親ロ派政権を倒すとか、そういう話がなされていたと。ああ、それと確か今回のウクライナ戦争、あるいは先日のスリランカでの騒乱、まあ、いずれもその直前に、まあ、オバマの国務次官になっているヌーランドさんが、訪問していて、まあ、オバマとバイデンの手先の戦争やというふうに考えてもいいのではないかと思います。対中ロ政策に関して、トランプさんは力で暴発を抑える。それに対して民主党は挑発して暴発させる。まあ、そうすることで兵器会社を設けさせようということなんだと思いますが、このために邪魔なトランプさんの動きを封じたかったのではないかというふうにも考えられます。バイデンと習近平は二人とも国内の経済的不満を外にそらすために戦争を必要としている。まあ、このように考えると、11月の習近平バイデン会談以前に中国による台湾侵攻ということが、まあ、あっても不思議ではないように、私には懸念されます。まあ、最後の希望は9月27日に行われる安倍さんの国葬であります。まあ、この動画が収録されている8月15日現在、トランプさんが来るのかどうかが分かっていませんし、まあ、来たとしても安倍さんと違って、世界の他の国の首脳からあまりよく思われてないトランプさんに、どれぐらいのことができるのかというような問題もあるかもしれませんが、まあしかし、まあ本当にアメリカはこれ以上捨て戦争をするべきではないと考えている、まあ、優れた交渉人であるトランプさんが、まあみんなが慕っている安倍さんのお葬式で、まあいろいろな人に働きかければ、例えばドイツやフランス、インドなどと協力して、ロシアに、まあ停戦をしてもらうと。で、対ロ経済制裁を部分的に解除する。その代わり、ロシアに中国を牽制してもらうと。このようなことも不可能なことではないのではないかと。ロシアというのは私何度も申し上げているように、中国と本当に仲がいいわけではない。いろいろな利害関係の対立もある。今はまあ、反米の立場で協力はしておりますけれども、
まあ、それで日本近海でも合同軍事演習なども行っておりますが、まあ、でもそうだからこそ、まあ、ロシアが少しでもこちら側の味方になってくれれば、中国の台湾侵攻を、牽制してくれるというようなことというのも全く考えられないわけではないように思います。まあ、9月27日頃といえば、まあ、おそらくその頃には、ロシアが、まあ、ここら辺ぐらいまで占領したいなと考えている、まあ、ウクライナの、まあ、東部地区ですとか、オデッサ周辺の、占領が、ある程度、まあ、実現している。それで、ロシアとしても、まあ、そろそろここら辺で、停戦かなと。経済制裁も解除してもらいたいし、ということなので、まあ、こういうことも、全く考えられないわけではない。というふうに、私としては思っているわけであります。で、その場合、日本の親米保守派は、統一教会経由でトランプ氏と話し合う。まあ、これしかないまでは言わないけれども。まあ、岸田政権、慎重政権みたいになってしまってますし、今、アメリカのバイデン民主党政権もあんまり当てにならないし、ということであれば、こういう考え方もあるのではないかと思います。まあ、統一教会は、非常に問題の多い団体であります。日本のことをサタンの国だと言ってるような団体でありますし、日本の領土上で行っている、多額の献金集めのようなことは、本当に反社会的なことで、まあ、やめてもらわないと困ると。でも、それと同時に、日米の保守派の重要な調整役をやってきてくれたということも、否定できないので、まあ、そのことを考えると、親中メディアの報道に、影響されすぎな、と、私は申し上げたいわけであります。繰り返しますが、統一教会というのは、本当に非常に問題のある団体で、日本はサタンの国だ、などと言ってますし、日本の領土上で行っている、お金集めは、あまりにも反社会的なもので、それはまあ本当に、困ったもので、やめてもらわないと困るんですけれども。まあしかし、本当に日米の保守派の連絡役として非常によく働いてくれているという部分があるので、まあ私は統一教会系と言われる世界日報という新聞で時々コラムを書いて原稿料をもらったと。以上の関係はもう一切ありません。日本の愛国者である私が、日本はサタンの国だと言っている団体の信者になっているとか、まあそんなこともありえない。ただまあ先ほどから申し上げているように、日米の保守派の調整役として、例えば、トランプさんと日本の親米保守派との、間に入ってもらって、なんとかトランプさんに、ロシアとウクライナの停戦、さらに言うなら、ロシアを、使った中国の牽制。ってことを実現してもらえたとしたら、本当に望ましいのではないかなと思っている。まあ、こういう次第でございます。本日の話は以上です。これからもこのような話をしてまいりますので、吉川圭一の危機管理司令室にご興味を持ってくださった方は、これからもどうぞよろしくお願いいたします。失礼します。